したら、ちょっとね、硬くなってきてるんで、切り込みを入れたいと思います。水にですね、デザインナイフにちょっと水をつけまして、で、これで押さえていくと。で、当たり前のことながら、筋はですね、1、2の3本入れると、1、2、3、4本の指になるので、3本のね、筋を入れることにします。1本目がこの辺かな。1本目がこの辺で、2本目がこの辺かな。で、3本目がここ。こんなもんでしょうかね。この辺ですかね。はい、で、指がこういう風にね、三角形になるので、こっち側にもこう、こうも押しておきます。よいしょ。こうですね。で、もう少し本当は親指、人差し指がもっと大きくないといかんので、ちょっとへこんじゃいましたね。もうちょっと人差し指をちょっと大きめになるように、よいしょ、小指はちょっと短めに、よいしょ、小指は短く、小指から取ったパテをちょっとこっちに持って、ボリュームをアップ。で、親指の、R というかね、この辺もちょっとこう造形しつつ、まあ多分に見えないのでここまでしなくてもいいかなって感じもしますけど。ちょっとずつ爪を作ってあげて、今作ってたのってこういうことじゃないですか。ここにこういうふうにありますよね、ストックがあって、ここからこうなって、こうなって、こうですよね。で、ここのまず角ですね、のまず角、それから次にここの角ですね、1、2、4、この角をしっかり出していくと。ということですね。すると割となんか指っぽく見えるというか、ここの角、ここの角、コキッとしたこの角ですね、こういう立体感をきっちり出した上で、まあ少しここを柔らかく R をつけてあげると、まあその指っぽく見えるというかじゃないかなと思うんで、1箇所、2箇所、3箇所ですね、3箇所のそのエッジをしっかり出す、歯でこういう感じでちょんちょんと押してあげて、今度はこっちからちょんちょんって押してあげると、エッジ立つじゃないですかね。ちょっとエッジ立ちましたよね。こういう感じをしっかりやってやると、なんか指らしさが、立体感としてよりきちっとしてくるんじゃないかなと。このね、エッジ感が出るといいんじゃないかなと思うんで。